不安だったらプロに聞け、金融コンサルティングサービスオンアドで将来の不安をまるっとガチ相談ということで、オンアドさんが実際にお客さんにアドバイスをする様子をお届けするという本企画、前編では、社長自ら、お客様にとって安心感のあるアドバイスに徹するため、商品の販売や勧誘というのは一切行わないという哲学をお聞きしつつ、アドバイザーさんが実際にお客さんの理想のライフプランに合わせて今のお金の使い方とか増やし方、無駄遣いとかになっちゃってないかっていうところを徹底的にチェックするっていうところまでが前回の内容でした。で、今回は前回のお客様のちょっとネックになっていると判断された保険周り、無駄な保険に入っちゃってるかもしれないっていうところと、あとは積み立てにISAとかイデコみたいなお金の増やし方についての知識をもうちょっとこう増やしていけるといいっていうところ、この2点について特に重点的にアドバイスをされる回になるとのことです。この保険とお金の増やし方については、僕も以前別の企画でビジネスインフルエンサーの方々にお金の備えについてアドバイスをもらう企画でボコボコにされた2点だったので、金融畑ど真ん中でキャリアを築かれてきたプロのアドバイザーさんがどういったアドバイスをするのかっていうのはちょっと僕も注目して見ていきたいと思います。で、その保険とお金の増やし方の話に入る前にですね、前回の、面談の中で若干曖昧だった老後にかかる生活費、あと中学受験にかかってくる費用、そして住宅ローン周りの費用、最後に現在抱えているというカードローンが住宅ローンの審査にどう影響してくるかみたいなあたりの情報をアドバイザーさんが調査してきてくださって、その曖昧だったモヤモヤな点を潰すというところから始まるみたいです。では行ってみましょう。ちょっと前回から修正した項目が何個かあるので、ちょっと順番にお伝えしておきますと、この将来の生活費の部分を一旦75歳から25万円にちょっとさせていただいていたんですけど、ちょっといろいろお調べしてみたところですね、だいたい60歳から70歳の間と70歳以降でちょっと金額が異なる傾向にあるようなので、ちょっとこのように3段階で修正をいたしました。今40万円ですが、65歳から70歳まで35万円で、71歳から、プラン終了の85歳まで25万円ということに修正いたしました。で、あと中学受験の費用ですね、ここちょっとお調べいたしまして、だいたい中学受験するときって小4から小6ぐらいまで200万円ぐらいかかる傾向にあるようなんです。すでにですね、このシミュレーション上に88万円塾代っていうのをすでに入れ込んでいたので、プラス120万円ということで3年間に分けてちょっと入れ込んでいます。で、あと医学部進学の予備校の費用なんですけれども、結構金額に幅がございまして、一旦ちょっと中間を取って3年間で年間300万円ということで私入れたんですけど、一旦これで大丈夫かな。大丈夫ですか。はい。で、次ですね、住宅ローンの部分については前回試算いたしました通り、一旦6000万円のローンを組むということで、0.8% の金利で仮に40歳から35年借りたらということで入れ込んでおりますが、これはよろしいでしょうか。はい。はい、ご自宅を買うと固定資産税とか管理費用とかかかってくるので、これちょっと東京都の、平均をちょっと調べたんですが、だいたい固定資産税ですと年間20万円から24万円ぐらいかかるようで、で管理費が、月々2万円で、でトータルですね年間48万円ということで、このマイホームの維持費用をちょっと入れております。で、あと最後、カードローンのところなんですけれども、はいはいはい、前回住宅ローンを組むときにこの部分があるとっていう話したと思うんですけど、残高が少しでも残っていると良くないのかっていうご質問いただいたと思うんですね。で、そこをちょっと明確に調べてみたんですけど、やっぱりこう300万円の枠があるということで、新たに住宅ローンを組もうとすると300万円借りているということが前提で住宅ローンを審査されるっていう形になるんですね。なるほど。なのでできれば返済かつ解約していただくのが一番、その住宅ローンをたくさん借りれる条件にはなります。ああ、そういうことですね。わかりました、はい、じゃあちょっとこのシミュレーションをもとにもう一度試算をちょっとしてみたいと思います。
一旦ですね、この60歳の時の3000万円っていうのをちょっと引いたので、お山が2つあるシミュレーションだったと思うんですけれども、まあ、それが今回なくなりまして、一旦65歳の時点で7000万円のお金がこう貯まって、その後は取り崩していく形にはなるものの、まあ、おおむねこのお子様に残したい1000万円の赤いラインはなんとなくこう接種できる状態が保てそうだというふうなシミュレーションになります。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ではちょっとこのシミュレーションをもとにですね、ここからいろいろ改善を加えていくと、どのような形にこのシミュレーションが変更できるかっていうところですね、具体的なちょっと施策についてお伝えできればと思います。いや、こういう前回の疑問を潰してから新しい話に入ってくれるのは安心感ありますね。なんか分かんないところがあるまま次に進んでいくと、まあ、僕とか本当ずっとはてなみたいな状態になっちゃって頭に入ってこないんで、まあ、こうしたサポートというかホスピタリティあふれる説明方をしてくださるのはもう僕的にはありがとうございますという感じですね。ではちょっとここから、本日の本題、お金の増やし方周りのお話に入っていきましょう。以前もですね、この貯蓄することと増やすことって違うことだと思っているという話をちょうどいただいていたので、この貯蓄と投資、あと投機っていうちょっとよく似た文言についてちょっと一回おさらいをしておきたいなというふうに思います。いや、これね、僕も今年30になるんですけど、普段正直この辺の知識は分かった風で生きてはいるんですよ。ただ、まあ、実際はめっちゃふわふわな理解ですし、一から誰か教えてみたいな、でも誰にも言えねえ恥ずかしくてみたいなステータスなんですけど、そういう方多分結構いますよね。なんかこういった場で、まあ、背伸びせずに正直にプロの方に教えを超えるっていうのはすごいありがたい機会ですね。ぜひ解説よろしくお願いします。まず、まあ、貯蓄自体はですね、もうイメージの通りですけれども、お金を積み上げていくイメージですね。短期的な資金ニーズに備えることで、この安全性が高いことが重要なんですけれども、それに対して投資というのはですね、成長が期待できる国とか企業に出資をするということですね。で、こう目先の変動に一喜一憂せずに、中長期的な目線でこう将来に向けてお金を増やしていく、資産をこう育て上げていく、そんなイメージが投資になります。でちなみに投機っていうのもよく投資と混同しやすいとこなんですけど、投機はですね、こう短期的な変動ですね、この機会とかタイミングに投じることを投機というふうに言うので、企業の価値が成長するとかっていうことについてではなくて、その日々とかのその変動に応じてこう売ったり買ったり短期でしていくというのが、まあ、いわゆる投機と言われるものになります。なかなかこれですとお忙しい方だとか、こうずっと見ていることも難しいと思いますし、できれば投資をする、出資する、お金をそこに預けるっていうことでご資産を増やしていただく、これが一番適切な方法ではないかなというふうに考えます。あと、まあ、これからの資産運用のイメージということでちょっとまた資料を変えましたけれども、まあ、退職の時期がだいたい65歳ぐらいだとすると、だいたい退職前を資産形成期というふうに呼んでまして、退職後、これが形成した資産を使っていくこう資産需要期と言われている部分になります。で、この黒い線がこう何もせずにただ貯蓄しただけのパターンです。ただ貯蓄しただけだとなかなか今金利も低いので、お金はまあちょっと増えてはいくんですけど、やっぱ取り崩しも早くなってしまうという現状ですが、ここにですね、こう増やすっていう要素を加えると、やっぱりもうちょっとこの資産形成期の間にお金を増やすことができて、その後もできるだけ運用しながら取り崩していくことで資産寿命が伸ばせるというふうになっているので、いかにこの資産形成期の早い段階からですね、こうお金を積み上げて増やすっていう仕組みを作れるかどうか、これで多分将来の資産がちょっと変わっていくかなというふうにちょっと考えています。で、資産形成をしていくにあたってちょっと実践していただきたいことが2つございますので、ちょっとそれをご紹介したいと思います。1つ目が家計収支の見直しというところなんですけれども、こう今ってお金が入って収入から多分日々の生活費とかを使ってらっしゃって、残った分を貯蓄してるっていうイメージかなと
思うんですけど、うん、はい、そうではなくてですね、この入ってきた分からまず貯蓄する分を引いてしまって、うん、残った分を支出していくっていう形にちょっと家計を変更していただくといいと思います。なかなかこの支出ってコントロールできない部分もありますし、毎月いろいろ変動するっていうこともおっしゃっていたと思うので、できるだけこの貯蓄する分を横に避けておいて、で残った分は全部使っても大丈夫っていう状態にしておけば、多分使う時も、まあ、使って大丈夫なんで気持ちよく使っていただけると思いますし、一方ではちゃんと残すこともできるので、はい、まずこれをこの仕組みを作っていただきたくて、今って預金口座って一つですか、うん、銀行の。そうです、もう一つの銀行口座のところで、はい、定期と普通預金に振り分けてるんです。あ、なるほど。そうするとできればですね、そのもう一つ口座を作っていただく、もしくはそこでもう運用して増やしていこうということであれば、証券会社の口座を一つ作ってしまって、そこにもう全部避けていくっていう風に仕組みを作っていただくといいと思います。うん、なんでまずちょっとこれで貯蓄する分はちょっと横に置けるっていうことをやっていただきたいのと、2点目がですね、このお金の色分けもしていただきたいなと思っています。日々に使うお金、そのお金の中でもすぐ使う予定がないお金と、この分はこのために使うんだみたいな色分けって今されてらっしゃいますか？してないですね、はい。あ、もしよかったらそのあたりもですね、具体的にこの使う分と使わない分とってこう色分けしていただくといいかなというふうに思います。これ今全部入れ込んだまた新たなキャッシュフロー表になるんですけれども、収入からですね支出を引くと、だいたい年間200万円弱ご資産が多分貯蓄できる状態になっているはずなんですね。まあ、使わないお金として年間200万円ぐらいはこうお金が貯まってくると思うので、このあたりをですね、はい、できるだけこう増やせる資産に置き換えていっていただくというのが大事なところかなと思います。なのでちょっと一旦ここのキャッシュフロー表上のこの数字をちょっと元にですね、ここからどれくらい投資していけばいいかっていうところをお伝えしていければと思います。はい、なるほどね。いや、勉強になりますね。じゃあ次はその増やせる資産って、まあめちゃくちゃそれこそ NISA とかイデコとか含めていろんな選択肢が巷に出回ってると思うんですけど、こちらのお客様も保険とか株にも手を出されているみたいでして、今から積み上がっていくお金としてどういった選択肢がこのお客様にとって適切なのかという話をここからしていくみたいです。行ってみましょう。まずですね、持ち株会ですけれども、これっていくらぐらい積み立てしようかなとか決めてらっしゃいますか？もう、いやまだ決めてないですね。まずはその現状の全体感の中で今払ってしまっているこの支出の中からどれぐらい金額感を積み立てれるのかっていうのは計算しておきたいなっていうのは僕らのイメージなんです。なるほど、はい、あ、わかりました。今の保険証券分析シートって映ってますでしょうか？はい、映ってます。はい、ありがとうございます。前回ですね、ご面談の最後のところにいろいろご質問いただいてたと思うので、ちょっとそこからまず回答できればと思います。一つ目がですね、ドル建ての保険で備える時のメリットとデメリットがちょっとあまりよく理解できていないというふうなお話をいただいてたので、そこちょっとまずお伝えできればと思うんですけど、まずメリットについては金利が高いです。円よりもドルの方が金利が高いので、そこがメリットの一つ目と、あとはこれ払い込み時よりもドル高になっていれば保険金とか解約払い戻し金の受け取り額が多くなりますよね。うん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 、そこはご理解いただいていると思います。で、はい、デメリットはまあその逆でして、払い込んだ金額よりも受け取る時に、まあ、ちょっとドルが安くなってしまっていたら、お金が入れ込んだお金よりも減って戻ってくるという点ですね。あとは今毎月引かれていると思うんですけれども、これが為替の変動によって毎月の払い込み額が変わっていくので、多分2020年に契約した時と比べて今保険料って結構払い込んでらっしゃると思います。はい、うん、はい、なのでこれでちょっとやっぱり家計の収支っていうのがちょっとバランスをなかなか保つのが難しいっていうところですね。まあ、ここがデメリットかなと思います。はいはい、観点としてはこう自分の備えたいことにこう最善の方法で備えることができているか
っていう観点で、まあ、ちょっと見直せるかどうかはちょっと見ていきたいなというふうに思うんですけど。いや心強いですね。正直僕も今やってる保険とかダメ出ししてほしいですもん。絶対なんか無駄をやらかしてる気がするんで。まあでもこういうやっぱ個別、そのお客様ごとに今入ってる保険とかライフプラン、人生設計みたいなところが違えば、この備えなきゃいけない保険とかも変わってくるっていう意味で、この個別だからこそのアドバイスっていうのはやっぱオンアドさんのサービスの強みですよね。じゃあちょっとここからですね、いろいろあの保険の考え方とか、これを解約することで打ち消されていくものは何かとか言ってご質問いただいていたと思うので、その辺もちょっと含めてここからお話できたらと思うんですけど、まずはですね、この保険のことを考える上で、2つポイントがありまして、1つ目が自分の死亡に対して備えることと、あともう1つが自分がこう働けなくなったりとか入院とかして医療費が高額になった時ですね。この2つに大体備えるものが保険になっているので、この2つの観点でちょっとお伝えできればと思います。これはですね、まあ、ご自身に万が一があった時にどの程度保険で備えてあげれば遺族が安心して生活ができるか、まあ、その水準を測る目安になるんですけれども、必要額から対応可能資金を引いて計算します。で、必要額って何かというと、残されたご家族が生活していこうかね、どれくらいお金がかかるかっていうのが必要額でして、それに対して対応可能資金、入ってくるお金ですね、遺族に支払われる年金だとか死亡退職金だったりとか配偶者の方の収入、必要額から対応可能資金を引いて、ここに差額があればですね、保険で備えていただく必要があるというふうに計算されます。で、実際ですね、これをちょっと計算してみましたので金額をお伝えしていきますね。いやこれ結構ドキドキしません？そうだったんだって勉強になった後で、じゃあ、あなたの場合いくらになりますよっていう現状をそのリアルタイムで教えてくれる体験、すごくないですか？まずですね、この生活費、これ今すぐ万が一があった場合なんですが、2億5640万円必要です。この金額はさっきの人生プランのやつで弾き出されたやつですね。はい、あ、おっしゃる通りです。遺族の方の生活費が1億7608万円必要になりますと。で、はい、教育費とか結婚援助資金とかお子様にかけたいお金っていうのが5592万円で、あとはこの生活安定資金とか予備資金っていうところは、ご家族の方がこう生活するため、この生活基盤が安定する期間ってやっぱちょっと必要だと思うので、だいたいそれを3年で見積もったので、ここが1440万円ぐらいだとして、で緊急予備資金はちょっと一旦1000万円ぐらいで見積もりましたと。の合計がこれですね。でそれに対して、じゃあ対応可能資金がどれくらいあるかなんですけれども、遺族年金、これがだいたい6619万円ほど受け取れます。この奥様の収入ですね、これが今お勤めでいらっしゃる収入と、あと奥様が65歳以降奥様の年金も入るので、その分は足し込んだ分ですね。でここは40万円です。対応可能資金を足すとこんな感じになっていますので、ではこことここの差分ですね、これを保険で備える必要があるというところなんですが、ここがいくらかというと3031万円となります。3000万円ぐらいのこう死亡保険があれば、まあ、ご家族は安心して生活ができるというふうに判断できます。なるほど。でそれに対して今ご契約すでにされている保険の保証がどれぐらいかというところなんですが、この米国ドル建ての終身保険の部分と、あとこの家族収入保険というものと2つ死亡保険かけてらっしゃるので、だいたい今4720万円ぐらいの、備えができているという形になります。はい、今すぐ万が一があった時からするとちょっとだけ過剰になっていますけれども、ご自宅を買った後のことを考えれば、まあおおむねそんな、まあ、イメージされている通りぐらいの
保証は備えることができているというふうな感じになりますね。はい、必要保証額自体はこれって一定なわけではなくて、こう年齢がこう上がっていくごとにですね、こうちょっとずつこう貯蓄とかが増えてきますので、そうするとこう保険で備えなくても手元にある資金で十分賄っていけるようになっていきますし、ずっとこう終身で、これ終身保険なのでずっとこの分が降りるっていう風なタイプになっているんです。なので結構保険料が高めになってるっていう風な形になります。自分に万が一があった時に家族がこう困らないようにとか、まあ、ちょっと楽させてあげたいっていうことで、まあ、備えておられるのであれば、この方法でなくてももう少し保険料を抑えて同じような保証を残すという選択肢もあると思います。単純に定期保険とかそういうものを契約されると、例えば同じ1000万円の保証でも保険料が月々2000円とかで入れたりするものはいろいろあります。例えば2000円で1000万円の保証を20年かけたとすると、だいたい50万円ぐらいは掛け捨てにはなりますけれども、ここに今注いでいるその2万円が2000円になるので、残りの1万8000円で別のことに使ったりとか、そのさっきの持ち株の方に持っていくとか、ちょっと形成っていう部分にもう少し力を入れることができるかなと。ってことは解約して切り替えて保険会社が2社あるイメージなんですかね。あ、そうですね。ただここでぜひ使っていただきたいのがご勤務先の制度でございます。来ましたよ、これね、本当皆さん調べた方がいいらしいですよ。意外といろんな会社で充実した保険制度って用意されてるみたいで、それを知らないまま外で勝手に個人でいろんな保険を契約しちゃって、まあ、無駄玉めっちゃ持ってるみたいな状態になってる人、まあ、ぶっちゃけ僕みたいな人間がですね、結構いらっしゃるらしいので、ちょっと皆さん心して聞いてみてください。お勤め先の会社様ですと結構大きい会社様なので、団体保険が結構充実しているようでして、こういうふうな定期保険とか、はい、そこで契約すると保険料はかなり多分お安く入れると思います。一度ですね、はい、そちらを確認されることをお勧めします、一旦は。なるほど。はい。勤め上げるっていう前提での話、はい、おっしゃる通りです。そう、そこがちょっと一番のデメリットではありますね。なるほど。あと2点目がですね、はい、医療関係の保険のところにお話を移していきたいと思います。こちらがですね、今契約されている医療保険になります。医療費のことを考える上で、高額療養費っていう制度をちょっと一度お伝えできればと思いますが、1ヶ月のそもそも医療費の自己負担って上限があるんですね。それがいくらかっていう話なんですけど、結論を申し上げると、今のご自身の1ヶ月の医療費は2万円でございます。で、これはご勤務先の高額療養費の付加給付制度というものが備わっているからなんです。どういうふうになっているかというと、そもそも日本って健康保険が効く医療は全部3割負担になるので、例えば100万円とかかかる手術をしても、窓口って30万の負担で済みますよね。さらにそこからその30万円が1ヶ月の自己負担を超えていると、高額療養費っていうのが支給されるという仕組みになっています。それがこう年収に応じて計算式が違うので、高額療養費だけ見ると1ヶ月の自己負担はだいたい20万円ぐらいかかるんですけど、それが2万円になるのがお勤め先の部分の付加給付の制度です。なるほど。で、この2万円の中に入らないもの、これが、横に書いてあるその他自己負担と言われている部分ですね。大きいところで言うと差額ベッド代です。入院した時に個室とかに入ると差額ベッド代ってかかるので、その費用はその付加給付とは別になって、ここは常に自己負担になりますし、あとは入院した時のお食事代、あとはこの高度先進医療の技術料です。健康保険効かない医療になるので、もしこういうの受けたいってなった時も、これも保険とかそういうのは効かないので全額自己負担になります。なのでご自身であえて備えるのであれば、この部分だけでまあおおむね問題ないのかなと思います。それを踏まえてですね、今契約されているちょっと医療保険にお話を戻しますが、入院すると日額5000円保険が降りてくるタイプのものになりまして、がんだけは1万5000円になってます、うん、仮にですけど10日間入院するとすると、まあ、5万円もらえるんですけど、2万円で済むので3万円分は不要
っていう風な感じになります。あえてでもこれでもやっぱ備えたいかどうかっていうのは一つ考える観点かなと、うん、一般的にどうなんですか、他の会社もこういったところでの医療保険っていうところの制度って整ったりとかするんですか。付加給付は大体大手であれば多いと思います、うん、中小企業さんなんかでは整っていないですね。保険証の保険者名ってご覧になったことありますか。なんとか健康保険組合って書いてあると思うんですね、はい、独自の健康保険組合を持てるっていうのは大手だからなんですけど、中小企業さんなんかだとやっぱそこは憲法、協会憲法っていうところにみんな加入するので、そうですね、はい、そこだとそういうのはないんですね。なるほど。転職するかもしれないし、ちょっとそこわからないなっていうことであれば、まあ、保険をやめてしまうということだけではなくて、ちょっと見直すという観点でお伝えをしますと、はい、80歳以降この保険をもう更新することができないんです。一般的にこう病気の懸念って高齢になればなるほど高まると思うんですけど、まあ、80歳からのちょっと医療保障がなくなってしまうっていうところを不安に思われないかどうか、なので終身で保証してくれるということと、あとこの保険料ですね、更新型ではなくてずっと変わらない保険料を払えるもの、そういうものへのちょっと切り替えを考えていただいてもいいかなと思います。保険を見直すときは今ある保険を解約してから見直すのではなくて、先に契約してから見直してください。じゃないと、あの保険にかけていない期間にもし万が一があると無保証っていう状態が上がってしまうので、ちょっと重なるようにしていただくといいと思います。いやー、そうなんですね。やっぱ知識大事ですね。知ってるのと知ってないとで、まあ、無駄に搾取されてしまうというか、まあ、むしろ自分から搾取されに行ってしまうとか、まあ、僕はなんかめっちゃあるなって思ったので、オンアドもっと早く出会いたかったですね。ここまでは、無駄なコスト、まあ、掛け金みたいな部分を減らしましょうっていう観点で保険についての指摘を、してもらいましたが、ここからは、投資の部分、まあ、最近積立NISAとかイデコとか、まあ、インデックスだとかいろんな言葉を耳にすると思うんですけど、そのあたりどういった知識持ってどんなものから手を出し始めるべきなのかみたいな解説がされていくようです。行ってみましょう。でそうするとちょっとお話を戻しますけれども、持ち株会でどれぐらいいけそうかっていうところでいくと、家計の収支が見直しできそうなのであれば、ちょっとそのあたりは持ち株会に回していただくという選択肢がいいかなって思います。やっぱり若い間はですね、運用していただく比率を多めにした方がいいかなって思うんですね。見ていただいた通り、もうお金はどんどん増えていくことも分かっているので、できるだけ運用して比率を増やしていただくというのがいいかなと思います、はいはい、この持ち株会をちょっとしていただくにあたって、ちょっと理解ぜひしていただきたいことがあるんですけど、ドルコスト平均法っていうのはご存知でしょうか。なんとなく言葉しか知らないです。はい、はい、このドルコスト平均法というのはですね、こう価格が変動する商品に対して常に一定金額を定期的に買っていく方法です。例えばこんな風な変動がある商品をドルコスト平均法を使って毎月持ち株会みたいに1万円ずつとか買っていくっていう方法を取ると、この価格が低い時には購入株数が多く買えますよね。単価が下がってるので同じ1万円で買える株数が増えます。逆にこんな風に上がってる時は1万円で買える株数が少なくなります。これをずっと続けていくことで、この平均購入単価っていうのを価格を抑えることができる、これがドルコスト平均法の仕組みです。でもう一つが、例えばですね、こんな風に1万円からスタートしたものが7年かけて2000円まで下落して、その後5000円まで戻ったとします。これ1万円ずつ毎月買っていくと、ここっていくらになっていると思いますか。96万円。あ、ありがとうございます。140万円というのが答えなんです。あ、140万円。ごめんなさい。あ、 いえ、とってもありがたい、あの、どんちんかいな。いい。それだけこの下がった時にたくさんの株数を変えていることが将来にすごく生きてくるんですね。なるほど。ただこれってこの過程ではやっぱり下がってるので、
自分が投下したお金がどんどん下がっていくので、すごい不安になる時期なんですけど、こういうものを契約するときはですね、必ずこのデコボコはあるんだけれども、将来おそらく上がってるだろうと。その1年先、2年先は分からなくても、例えば10年先とか見たときに、おそらく今よりは成長してるだろう、上がってるだろうっていうものに、ドルコスト平均法っていう方法を使って資産を形成していただくと、継続できるようになります。この仕組みはちょっとぜひですね、覚えていただきたくて、こんな風に下がってる時もやめずに持っていただくのがすごく大事になります。なのでぜひですね、収支をここから見直していって、もう少しこう運用に回せそうなお金が捻出できた時にはですね、持ち株買いだけじゃなくて、他の資産にも分散していただくといいかなと思ってます。自分のお給料も資産運用のそのお金も全部同じ会社だと、ちょっとリスクが集中してしまうっていうところはリスクとしてあるので、できれば他の資産も入れていただくといいっていうところですね。なるほどですね。はい。わかりました。はい。これね、ドルコスト平均法、僕も聞いたことはあったんですけど、要はデイトレードみたいに1日勝負とか、まあ来年この会社が来るから今買って来年売ろうみたいな感じのやり方じゃなくて、10年スパンとか長い目で見た長期の資産形成をしていく時の戦い方みたいなことってことですよね。ではちょっと残っている時間でですね、使っていただきたい制度のお話をしたいと思うんですけれども、投資をしていただく、まあ、持ち株でもそうだし株式でも投資信託でもいいんですけれども、通常まあそういう金融商品を買っていただいて、もし値上がったら100万円投資をして仮に200万円に増えたら、儲かった100万円に対して税金がかかります。これが申告分離課税で 20% ですね、税金がかかるんですけれども、それが非課税になるのがNISAです。このNISAの制度がですね、ちょうど来年から拡充されることになりました。今はですね、この積み立てNISAというものと、積み立てっていうのはさっき言ってたドルコスト平均法を使っていくタイプです。積み立てNISAか一般NISA、これは一括で買ってもいいし、はい、積み立ててもいいしっていう分なんですけど、これどちらか選択していただく形だったのが、どっちも併用できるように変わりました。投資ができる金額もこれまで積み立ては40万、一般は年間120万円でしたけれども、それが3倍と2倍に増えました。あと非課税期間、これが一番大きいんですけど、買ってから20年間だけ非課税ね、買ってから5年だけ非課税だったのが一生非課税になりました。なので、買ったものをいつ売っても利益が出れば非課税というふうになっているので、前回搾取されているとおっしゃってたのを回避できる制度の一つなので、税金は引かれませんので、ちょっとぜひこれは使っていただくとよろしいかなと思います。で、これNISAを使っていただくとすると、銀行でも使うことできますし、証券会社の口座を作って使うことも一応可能です。ただおすすめなのは証券会社の方になるんですけども、やっぱりこう選択できる商品が証券会社の方が多いので、ちょっとご面倒かもしれないですけど、ここから資産形成していこうっていうことであれば、どこか証券会社を見つけて口座を開かれることをおすすめします。はい。で、先ほど見ていただいたように、こんな風にデコボコがある方がいいっていうお話しましたし、将来上がっていく資産を積み立てるといいですってお話をしたと思うんですけど、それが何かというと、はい、これ結論申し上げると世界の株式です。その根拠がですね、こう株式が上昇していくその原動力って何かってイメージつきますか？企業が儲かる形なんだ。あ、そうです、はい、そうです、はい。で、その企業が儲かる形のその根源にあるものが、この世界の GDP ですね、成長率。これが1990年世界の GDP って22兆ドルだったんですけれども、2024年まで約5倍に増えています。で、はい、この GDP が成長することがですね、やっぱり株価の上昇に、まあ、直結します。はい。まあ、デコボコはありますけれども、ずっと右肩上がり、はい、になっています、世界の株式は。で、これがなぜかというと、うん、人口です。世界の人口動態がずっと上がってるからなんですね。今、まあ、日本はちょっと少子高齢化ですし減っていきますけれども、世界で見るとこの人口ってまだまだこっから増えていく予測でございます。そうするとやっぱりこう世界の GDP っていうのもどんどん成長していって、
そしてこの株価もどんどんこう上がっていくというふうになります。できればこの世界の株式で資産を形成していただくのが一番よろしいかなと思います。海外の株価の時とかって、はい、一般的にネットとかに溢れてる情報でなんとかなるもんなんですか？そうですね、ネットに割とそんな情報は溢れています。でちょっとこの機会にその銘柄の選び方だけちょっと簡単にお話できたらと思うので、ちょっとはい、お伝えできればと思いますが、このウェルスアドバイザーっていうサイトが、誰でも無料で、どういう商品があるかって一覧で見ることができるので、見ていただくといいかなって思います。で世界の株を個別で買うという方法と、それをパックにした投資信託を買うっていう方法と2種類選択ができます。まあ、結論、始めるときは投資信託からまず始めた方がいいです。一社だけボンって買っちゃって、それがちょっとなんかあったらお金すごい減ってしまうこともあるので、できるだけいろんな銘柄に分散されているものがいいので、投資信託の方がいいと思います。ポイントとしてはですね、見ていただきたいのはこの純資産総額と横の信託報酬です。純資産総額というのはその投資信託の規模、どれだけ残高があるかを示しているんですけど、これは多い方がいいです。で選択報酬っていうのは年間かかる運用費用のことなんですけど、これは安い方がいいです、低い方がいいっていう観点でちょっと銘柄を見ていただくといいと思うんですが、投資信託ってインデックスって書いてあるものと、あとアクティブ型と2つあるんですね。インデックスの方はこう指数に連動する平均値を取るっていうタイプなので比較的費用がお安くなっているんですけど、アクティブファンドというのはインデックスを上回る運用を目指すものなので、結構信託報酬とかは 1.5% とかそれ以上とかしたりしますし、買う時の費用がかかったりとか結構コストが高めになってます。なので始める時はまずインデックス型、手数料が安くて残高が多いものをちょっと選ぶと、まあ、一旦無難に始めることができると思うので、そのいう観点で見ていただくといいと思います。なので繰り返しになりますが、いろいろ家計収支を見直したお金でこういうふうなものにドルコスト平均法を使ってニーサ制度を使ってお金を形成していただくのが今一番していただきたいことかなと思います。金融の家庭教師さんみたいな存在ですね。すごくないですかこれ。保険のことから投資のこと、まあ遡れば年金とか、まあ、会社の制度、あとそもそもの現状の把握方法まで、まあ、本当何でも範囲内というか全方位網羅して一括でアドバイスしてくれるってすごくないですかって僕は結構本当感動してるんですけど、まあ後編のアドバイスもいよいよラストスパートに入るみたいなので、あと少し見ていきましょう。連帯感を見て取り組んだ方がいいことということでお話をいただいていたので、資産形成にこう早いうちから取り組んでいただきたいということですね。で、こう収入引く貯蓄イコール支出っていう仕組みを作っていただくために、こう貯蓄する分を別に避けていただいて、そしてその分でちょっと資産形成に取り組んでいただきたいなと思います。で取り組む時はNISAを使っていただいて、選ぶ商品はできるだけ値動きがあって将来成長が期待できそうな海外の株式なんかを選んでください。であと保険に関しましては、ご勤務先のですね団体保険制度を確認してみていただいて、保険料とかと見比べていただいてちょっとこう見直しをしていただく、あと医療保険なんかは就寝で保障があって保険料が変わらないものっていう観点で、もしちょっと同じ会社で見つけることができればベストかなというところですね。住宅ローンについては前回お話ししましたけど、だいたい6000万円から7000万円ぐらいのイメージだと無理がなくて、そしてネットに出すより先に対面で審査に出してくださいというところが、はい、あのアドバイスポイントでございました。まあこれらのことをいろいろお試しいただきますと、おそらく冒頭ご覧いただいたこのものがですね、例えば10万ぐらいNISAでちょっとやってみたなってもししていただくとすると、こんな感じにですね、ちょっとこうご資産を増やしておくことができたりしますので、はい、あとぜひチャレンジしてみていただくといいかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、いやーすごかったですね。あの本日はここまでなんですが、まあ、前提を整理した前編から今回の後編は一気にこう具体的なアドバイスになって見応えが凄まじかったですね。やっぱこう全部を網羅的にその場の質問とか含めて教えてもらえるっていうところの
安心感が改めて強いなっていうふうに個人的には思ったんですけど、今から前後編通しての振り返りをこの後今アドバイスしていただいたアドバイザーさんと直接させていただく予定があるので、ちょっと行ってきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。やっぱ後編も前編に続いて生々しいですね本当にご友人に勧められた保険のお話、まあ結構見直した方がいいっていうご意見とかもあったんですけど、あそこもすっごいリアルでしたし、身近なやっぱお悩み、血の通ったお悩み相談だったなって思って、すごく面白くお聞きしていたんですが、ありがとうございます。終えてみていかがでしたか？お若い方でしたの でやっぱこう人生のああいうライフプランとか考えると老後のこととかにもちょっと、はい、注目してしまいがちなんですけれども、今目先やらなければいけないこと、はい、対策していく上で早くやった方がいいっていうところにこう、うん、時間軸はちょっとこう置いてお話をするようにはしていました。なるほど、なるほど、なるほど。あとはあの方の持ち株会をこれから始めていかれるということでしたので、はい、何か資産形成を始めるっていう時も一つのことだけど、これは何を買えばいいか、これはどうすればいいかって考えちゃうケース結構多いんですけど、やっぱそうではなくて、はい、自分の資産の全体像を見てバランスを見て、やっぱりどこにどういうふうに配分していくかっていうのもすごい大事な観点なので、ちょっとお伝えするようにしました。なるほど、なるほど、はい、ポイントポイントで局所的にいろいろ判断してしまいます。そうですね、やっぱりネットの情報なんかもそういうふうに情報が出ていると思うので、そうすると全体のバランスが全然ちぐはぐになっちゃったりすることも、過度にすごくリスクを取りすぎてしまうっていうこともあると思いますので、一貫したパズルにちゃんと組み上げられてないから自信が持てなくて、一個一個何回も言われたらすぐまた変えちゃったりっていう、永遠にその継ぎはぎを変えてるだけの状態になっちゃってるんだろうな今自分はって思ってました。そうですよね、やっぱりこうネットなんかで情報を取ると、例えば投資だったら S&P500 をやっていればいいとか、うん、はい、保険は保証制度がちゃんとあるから入らなくていいとかですね、うん、なんかこうこれだけやっておけば OK とか、はい、これはやらなければ OK みたいな情報がすごく多いと思うんですけど、多分本当そんな簡単な話じゃないと思うんですよね、うん、であとNISA が来年からね恒久化されて投資額も増えるので、はい、ここからこう NISA がいいかイデコがいいかみたいな論調って多分もっと増えていくと思うんですけど、うん、はい、多分この例えばイデコンにおいてはこう出口戦略とかもすごい大事になってくると思うので、うんうん、単純に所得控除だからイデコとか、はい、引き出せないからニーサとか、まあ、そういう本当単純なお話ではよりなくなってくるなと思いますね、うんうん、なるほど、はい、貯金から投資へみたいなことって、まあ、すごく声高に今言われるようになってると思うんですけど、うん、なんかこう以前と今とで最も大きい違いって何なんでしょうか？うんうん、そうですね、やっぱりこう金融資産を日本円の現預金だけで保有しておく、はい、うん、これは多分逆にリスクになる時代が多分本当に近づいてきてるなって感じます。低金利ですし、はい、お給料は思うように増えないですし、うん、年金は期待できそうにないっていうことで、やっぱ将来すごい不安に思っている方って多いと思うんですけど、これまでは割と国もいろんな制度とか整えてくれていたりしたんですが、でもこっからは自助努力ってやっぱり必要かなと思ってます、うん、で国も多分自分たちのことは自分たちで備えてねっていうメッセージを多分送っていて、うん、それがNISAの恒久化とかにつながっていると思うんですね。なので自助努力するかどうかによって本当将来大きな差が生まれると思うんですけど、うん、でもそれってやるかどうかってその人の判断なので、はい、本当に人によって全然将来変わっちゃうっていうことが起こってくるかなと思ってます、うん、であとはこう申請しないと受け取れない公的保障なんかもやっぱりあったりするので、はい、なんか知らないことが本当に損失になるっていう時代、うん、これまでと違うところはそういうところかなと思いますね。それこそ先ほどの収録の中でも、国としてはこういう制度があるし、実はお客様の会社にはこういったカバーもあるから、こういうところは問題ないと、逆に利用していない今の状態が非常にもったいないっていうところとかって、日頃気づかせてくれる存在がやっぱいない。そうですよね、みんなここはスルーしちゃうなってすごく思いましたね、はい、気づいた
時が本当変えるチャンスです。遅すぎることはないと思うので、うん、気づいたらすぐ取り組んでいただくのがいいかなと思います、うん、いや、はい、本当そうですね、はい、僕にとっては今回の収録が割ともうそれでしたこれだけの情報整理と情報提供と自分だけへのアドバイスというクオリティが2万円で今できるんだったらそれこそめっちゃいい投資だと思って、うん、でここで現状整理して人生設計の目線漠然としてたものがクリアになっていって、自分一人でも考えられるようにこう目線も続けてくださるようなアドバイスだったと思うので、今ここでやっておくと長い目で変わっていくっていう、はい、本当サービスだなって見てて思いました。 あ、はい、ありがとうございます。本当に知識は永遠ですから、うん、2万円で買っていただけるといいと思いますいや本当にそうですね一度目の相談は無料、あ、無料カウンセリング、はい、なのでその入り口がハードルが下がってるんで、まずは一旦あのお試しでどういったお話ができるのかっていう部分は試していただきやすいと思うので、ぜひトライしていただけたらなと、あの一人間として心底思いましたありがとうございます、はい、松田さん、あの前回に続きあのたくさんご協力いただいてありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひ調べてみてください。さようなら。